じゃあ早速ですね、私たちのですね、息子の命から学んでいることをですね、お話したいなというふうに思っています。題名はですね、大切な命を守る企業防災、組織防災ということです。じゃあ早速始めさせていただきます。七十信仰女川支店津波事故の概要をお話しさせていただきます。この事案は拘束された企業の管理下で起きた大きな労働問題です。2011年3月11日、東日本大震災、東北の沿岸部を飲み込んだ大津波、町の指定避難場所である高台に避難して助かった人たちがいる一方で、避難場所にの高台に逃げずに近郊の支店にとどまるように指示された行員12名が犠牲になりました。息子はその一人です。なぜ目の前の高台にあったのに逃げることができなかったのか、なぜ屋上だったのか、疑問が今も消えません。不条理なその犠牲に想定外だった、仕方がなかったとはせず、一つ一つを検証し教訓としなければ同じことが繰り返されてしまいます。これを機に企業の防災のあり方を今一度考えていただきたいと思います。宮城県女川町は宮城県北東部にあります。太平洋の三陸海岸に位置しています。過去にも何度も津波が押し寄せている常襲地帯で、津波の歴史のある町です。震災1年前にも地で発生した地震から女川には1メートルの津波が来ています。女川湾の場合は湾の入り口がリア式海岸の V の字となっており、その入り口は 2.5 キロと三陸海岸でも一番狭く、津波が来たら水かさが2倍3倍と増える立地です。当然山に逃げることが鉄則とされた地域です。屋上は次の逃げ場を失い有機物が流れ込み危険が伴います。この写真は震災後なんです。町全体が分かります。この町は海を埋め立てた町です。ここが町の指定避難場所、堀切山高台です。堀切山は昭和63年から日本で初めて国土交通省が砂防工事を、土砂災害を防ぐ砂防工事をしました。山を切り崩し、海抜16メートルの平場を作り、病院を建て、その山の土をさらに海に埋め立て、土地を造成し、町を作りました。そして避難スペースを作り、土地を有効活用し、山には避難場所を作る一石三鳥の工事でした。まさしくそこは女川町の指定避難場所だったんです。銀行は女川湾の岸壁から100メートルしか離れていなかった埋め立て地に立地していました。銀行から260メートル、ゆっくり歩いて3分、走れば1分で行ける高台堀切山がありました。さらに標高50メートルの神社があり、高台上がれば次々と上に上がることができました。当時の状況です。2011年3月11日午後2時46分、女川町は震度6弱を記録、3分ほどの大きな揺れの後に気象庁は宮城県6メートルの大津波警報を発令します。生還した行員の証言によれば、その頃女川支店内では外前に出ていた支店長が不在、本店からも自責者からも何の避難の指示も出せずに、ただ呆然と片付けをし、支店長の戻りを待っていました。午後
2時55分ごろ支店長が戻り、店舗内の清聴、書類等の金庫への格納、屋上の扉を開けろ、屋上から海を見てろと指示を出します。高台へ行こうという行動は全く捉えてませんでした。そして15時14分に大津波警報が10メートルに切り替わりました。小名川町ではすぐ防災無線で大津波警報が発令されましたので、至急高台に避難してくださいと大きな声で繰り返し叫んでいました。本店はその情報も得ず、何の指示も出せていなかったのです。支店長の了解を得て帰ったパート従業員を一人を除く13人は支店長の指示により10メートルしかない屋上にとどまり、最終的に逃げ場を失い、狭い直角のはしごを使い、塔屋に登るしかありませんでした。パートナーから帰ることができましたが、清光院は絶対服従の上司の指示により、その場に待機しなければならなかったのです。逃げたくても逃げることができなかったのです。最終的には、切迫した中で支店長の一人の判断指示により、全員が屋上に留まり、一人は奇跡的に生還しましたが、12人が犠牲になり、今も8人が行方不明のままです。生還した行員の証言によれば、息子は時間があるから高台行けるという言葉を残していました。信頼する会社と日頃から従う支店長の指示に疑問を持ちながらも、息子はその指示に従わざるを得なかったのです。高台の病院1階天井近くまでの20メートル近くの津波が押し寄せましたが、そこに避難した住民の皆さんは、海の様子を見ながら、より早く、より高く、安全な場所へと、敷地内にある4階建ての病院の中、そしてさらに上にある神社へ登り、避難した600人以上のそのほとんどの人が無事生命を守りきることができたのです。情報もありました。津波が来るまで30分以上の時間もありました。小名川には他に金融機関が4社ありました。すべて海から100メートル前後に位置していました。石巻信用金庫はすぐに女性行員を堀木山に等で避難をさせ、男性行員は車にエンジンをかけ、いざという時に避難をしました。漁業協同組合は前の年に地位で起きた地震で発生した津波の経験から、次に有事が起きた時は何も取らないで逃げようと決め落としました。仙台銀行です。仙台銀行も外方から戻った行員が支店長に危ないから逃げましょうと、すべて3時前に避難し、そのすべてが的確な判断のもと、職場では従業員の誰一人も犠牲者を出していません。防災カードです。銀行の防災プランでもその堀木山を避難場所としています。行員の持っている災害カードの避難場所も高台堀木山、屋上の文字は一つもありません。銀行の説明によれば、平成21年の防災プラン改定時に堀木山よりも低い銀行の屋上を堀木山と並列の場所として付け加えたと説明しました。県想定の小名川町の津波の高さは 5.9 メートルだから10メートルの屋上で大丈夫だったというものでした。小名川の立地と津波の歴史を踏まえれば、海の目の前にいながら屋上の避難場所を付け加えることに十分な審査が必要だったと強く感じています。そして小名川の地域性など全く無視されていました。
何の目的があって目の前の高台より低い屋上を避難場所としなければならなかったのか、大きな疑問が残ります。防災プランを改定する上で町の防災課に行き相談することもなく、支店長への防災教育も支店全員で堀木山へ行く避難訓練も実行されていませんでした。本店からの的確な指示も出せず、支店長の不在の初動には自制者からも何の指示も出せなかった。素人から見ても防災意識、危機意識の欠如が招いた結果と思わざるを得ないものでした。銀行の対応です。震災発生後、銀行からは行員家族へ安否の連絡はありませんでした。3月13日、私たち家族は自ら銀行本店に出向き、息子の行方を確認に行きました。銀行の人たちは私たちに会うことはありませんでした。内線電話で支店長から、これから屋上に行きますと一報が入っているだけと私たちに告げました。銀行はこの惨事を自然災害のせいとして、その実にしっかり向き合うこともなく、震災から半年後、支店長の判断はやむを得ない。道義的にとどまると発言をしました。そして、行員は発見されてもされなくとも、翌年の3月31日をもって死亡退職と紙面で示されました。殉職ではありませんでした。なぜ助けることができなかったのか、何が間違っていたのか、真実が知りたくて、私たちは家族会を立ち上げ、銀行側と話し合いの場を設けました。翌年の3月まで5回ほど話し合いをしました。しかし銀行は、震災の3月11日まで銀行の防災プランは間違いでなかったと言い切りました。話し合いは平行線で終わり、その後私たち家族は話し合いを望みましたが、銀行は一方的に話し合いの場を断ち切り、震災 ADR と調停を提示してきました。誠意の感じられない銀行に憤りを感じました。話し合いの場が断たれた私たちは、3家族は企業管理官の中で起きた労働災害を未曾有の災害で終わらせないため、断腸の思いで提訴に踏み切りました。一審二審は敗訴、最高裁判所は見下り判で上告を棄却とするという冷ややかな対応でした。私たちにできることは全てやり尽くしました。一審判決です。経済合理性の観点から、防災は民間は行政よりも高い投資はいらない。二審です。二審判決、判決の結びに、行員は堀木山に逃げていれば助かった命と記されました。しかし棄却、命に関わる重要な惨事として審理をして、将来に向けて企業防災に指針を示めてほしかった。真実が通らない裁判に疑問を感じています。現在は私たちの民事裁判を経験したものから、民事裁判においても一般常識が反映するような裁判員制度のようなものも検討する余地があるのではないかとお話しする機会もあります。これは息子の入校時の誓約書です。東日本大震災は平日の日中に起きました。それぞれが組織の中にいました。今の日本企業において従業員は平時において使用者に拘束されていることから、有事だからといって従業員自らがその拘束を解くことは極めて難しい状況だったのです。だからこそ有事においては雇用主である企業が責任を持って従業員の身体生命を守らなければなりません。その場のリーダーの判断が多くの命を左右するため、リーダーには
的確な判断能力が必要不可欠です。そのためにも企業全体で防災の意識を高め、危機意識、危機管理能力を自ら高めていかなければならないと強く思っています。管理下の中にいて日常が非日常に変わったときに、本当に企業は従業員の命を守れるのでしょうか。最終的には緊急時には従業員自ら危険と感じたなら自分の判断で逃げてもよいという備えがあっても良いのではないでしょうか。その取った行動にお咎めすることもない企業の柔軟な考え、姿勢が必要だと思います。そうもしなければ働く者の命は保障されないと私たちの経験から強く思います。こちら成功した企業です。その一方で生死を分けた的確な避難の判断をした企業もありました。宮城県石巻市の日本製紙石巻工場は道路一本を隔て海岸があります。2010年2月、チリの地震から日本で初めて沿岸部に3メートルの大津波警報が出たとき、その工場は高台避難をしていませんでした。翌日の反省会で津波警報が出たら、今後は高台へと消えました。そして3月11日です。総務課の行動です。車のテレビやラジオで津波情報を集め、拡声器を手にして、市の指定避難場所の日和山の高台への避難を呼びかけました。従業員の中には、車を取りに行きたい、鍵を取りに行きたいなど要望が出始めました。中には、どうせ津波は来ないのだからと、怒号も飛んだとき、総務課の方は拡声器を手にして、これは業務命令だ。業務違反をするなと強く叫んで避難を促し、午後3時15分、工場内、全員従業員1300人、高台の日和山に避難し、全員が命を守り抜きました。そしてその後も次の災害に備え、当時の避難行動を検証し、次の備えをしている企業もあります。私たちはこの事案から企業の従業員への安全の備え、また企業の遺族への事後対応等の理災支援に疑問を感じてきました。人の力があって企業は成り立っています。命が守られなければ事業継続などできません。私たちはその経験から企業防災は人命優先、共助、安全が確認されたら事業を継続。そして、ここがポイントです。安全配慮とは事前の準備、予防責任です。安全が確認されたら、予防責任です。万が一、従業員の身体生命に支障があった場合、企業は被災者と同じ目線で寄り添い、原因究明と改善が必要と痛感しています。このような安全計画と被災支援を両輪としたものが今後兼ね備える本当の危機マネジメントだと考えています。最後に現在の日本には原因究明と改善を強制的に支持する仕組みはありません。まさしく安全社会に向けての法施策、また権限を持った独立機関の設置など視野に向けていただき、明日は我が身と考え、これから一緒に安全な社会になるように向けて考えていただけたら幸いです。この写真は群馬県上野村に位置する御巣鷹山で撮ったものです。1985年8月12日、JAL123便が墜落し、520名が尊い命を失った場所です。毎年、慰霊登山が行われ、その場所にはさまざまな事故災害で大切な人を突然失った遺族も登り集います。そのさまざまな遺族はそれぞれ人の命を第一に考える社会に向けて活動しています。その方々は悲しみを力に変えて、それぞれの事案に常に問題意識を持って改善していこうと
活動しています。同じスローガンを持っている方々とのつながりから私たちは勇気をいただき生きる源となっています。今は遺族が声を上げなければいけない社会です。これからは遺族にならないような社会づくりを皆さんと一緒に考えていきたいというふうに思っています。はい、じゃあ、私からは震災前後の話と、あと当時の私たちの思い、そして健太の話をさせてください。これは震災1ヶ月前の息子です。2011年の3月5日日曜日、息子は毎週末1週間分のワイシャツの洗濯物を持って石巻の単身寮から自宅に戻っていました。そして日曜の夕方、サザエさんのテレビを見ながら家族揃って食事をとる生活をしていました。子供たちが幼い頃からの日曜の夕方の風景なんです。食後、好物のマカロンを息子はうまいなと言って頬張っていました。穏やかな家族の団らんがありました。今週は車の点検があるから金曜日の夜、つまり3月11日に帰ってくるねと息子は席を立ちました。じゃあまた1週間頑張ってねと寮に車で帰る息子をみんなで玄関ポーチから見送りました。息子はじゃあねと車の窓を開けて手を振り車を走らせました。それが最後に見た息子の姿です。ごくごく普通の日常、これが息子との最後になるなんて夢にも思いませんでした。3月9日水曜日、お昼の12時ちょっと前に宮城県に震度5弱の地震が起きました。その頃 99% の確率で宮城県沖が起きると言われていました。その時息子からすぐに大丈夫とメールが届きました。テレビを見れば東北沿岸に黄色いライン、津波注意報が出されました。職場にいた私は女川は大丈夫だろうかと思っているうちに津波注意報は解除。夕方に息子に連絡してみようとそう思い、メールは返しませんでした。夕方のニュースで女川に5センチの津波が到達したことを知りました。その時息子から大丈夫だったと電話が入りました。そっちこそ大丈夫だったの、5センチの津波だったねと私が聞くと、大丈夫だよと職場の普段と変わらない日常営業だったと言っていました。その時女川では防災無線で海から離れて高台への避難を呼びかけていました。あの時会話の中で私から避難について強く伝えていたならば、2日後のあの日の行動は違っていたのではないだろうか。後悔の思いが募ります。会話はすぐに19日に引っ越しをする、その準備の話になりました。単身寮を出て、やっと自立することができる喜びに、息子の声はすごく弾んでいました。それが息子と交わした最後の会話です。3月11日、尋常でない揺れでした。介護施設で働いていた私は、落下物に注意しながら、その後の強い余震で利用者さんを守ることで精一杯でした。携帯をいくら探しても、息子からのメールも着信歴も入っていません。闇の中、ラジオからは耳を疑うような情報に、ただごとではない。息子がいる女川は、銀行の人たちは
どこに逃げたんだろうと不安と心配でいっぱいでしたが、この様子では2、3日は息子とは会えないかもしれない、そんなことばかり考えていました。その日から私たちの生活は一変しました。少し息子健太の話をさせてください。1985年暑い夏が過ぎて自宅にコスモスの花が咲き乱れる頃、9月息子は生まれました。元気いっぱい裸足で駆け回るやんちゃぶりで、天気の良い日には庭先で一日中砂遊びに夢中でした。その仕草すべてが愛おしく思えました。チームの要、采配が勝負を決めると自負。小学校3年生から大学まで石鹸2番にこだわった野球でした。ワンフォアオール、夢に向かって一致団結、強気の姿勢で攻めた全国野球大会、宮城大会ではベスト8。発揮を追いかけ汗を流したその姿はとても輝いていました。勝利した時のガッツポーズ、今も目に焼き付いています。念願だった地元銀行への就職、大学があった東京での就職も本人は考えていたようですが、私たちが地元に帰ってきてほしいとお願いしたところ、親孝行のつもりで選んだ会社でした。新入行員として地域のお祭りに参加、青葉祭りの写真です。地元に貢献、社会人として自信と誇りに満ちていました。緑の中を力強く山鉾を引く健太をすごく頼もしく思いました。たまには外で一緒に食事をしようと、娘の誕生日記念にとフレンチレストランを予約しました。庭にはノースポールが咲き、雰囲気の良いお店でした。食後にお店の人に頼んで撮っていただいた一枚です。照れくさがっていた息子ですが、すんなりと収まってくれました。この写真が最後の家族写真となりました。息子との25年の日々、たくさんの思い出は今も色褪せることはありません。ささやかでいい、家族が揃い穏やかに過ごせることは何よりも幸せなことと息子が教えてくれました。震災翌日の女川の壊滅的な写真です。すぐには私たちは女川には行けませんでした。3月19日、私たちは銀行のバスで初めて女川に入りました。町は津波に根こそぎ剥ぎ取られ、この世に何が起きたのだろうか、我が目を疑うような光景でした。重油や魚の匂い充満してました。健太はどこにいるんだろう。避難所になっていた女川総合体育館に連れて行ってもらいました。混乱状況の中、避難者名簿から私は必死に健太の名前を探しました。避難所の奥には遺体安置所があります。安置所はこちらですと銀行職員が手招きをします。配慮のなさに言葉もありませんでした。健太はきっと生きている。季節が巡るのも気づかず、
色のない闇の中を駆け回るように、毎日毎日女川の浜を探しました。7月初め、ふっと見ると、ブルースカイの海が目に入りました。いつの間にか夏になっていました。中央に見えるのが銀行です。本当に海の目の前でした。震災から半年後、息子は支店から3キロほど流された女川湾海上で発見されました。警察からの連絡で安置所に来てくださいと。発見の連絡が来るのが怖かったです。どこかで生きてる。ずっとそう思いたかったんです。対面は渡されませんでした。確認作業は着ていた衣類を並べてもらって、仕事をしていたままの姿、上着と靴がなかっただけ。ネクタイにネクタイピンまでありました。すべて息子のものだとすぐにわかりました。違うよね。息子じゃないよねって、すぐには受け入れることができなかった。認めることができませんでした。歯型の調合や DNA 鑑定をお願いしますと、警察の方に伝えました。震災半年後、発見率も本当に少なくなっていました。女川でも200人以上が、同僚行員もまだ8人も帰らない中で、やっと帰ってきてくれたのに、私はお帰りの言葉もかけてあげられなかった。どんな姿でもいいから抱いてあげればよかった。手を握ってあげればよかった、と今になって思っています。息子には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。助かるはずだった。助けられた命だと私は今も思っています。人生を突然断ち切られた息子。残された家族の人生も変わってしまいました。大切な家族を失った悲しみはこれからもずっと消えることはありません。せめて日頃の仕事ぶりや再起の様子が知りたかった。正解した行員は最後の最後まで息子と同じ指示を受け一緒に行動しています。その行員に話が聞きたい。その願いは今も叶えられていません。震災から1年。復興の妨げを理由に支店は取り壊されました。目の前の高台を眺めながら、なぜ高台へ行けなかったのか、その疑問も解けないまま途方に暮れました。私たち家族会は銀行跡地に鎮魂の花壇を作りました。そしてここで何があったのかを知らせる手作りの看板も添えました。婚姻8人はまだ行方不明のまま。家族はその場に立ち、帰りを待ち続けるしかありませんでした。手作りの季節の花を添えて、時には母の日のコアネーションを添えて、夏には灯籠を灯し、冬にはクリスマスツリーを飾って、大切な家族の笑顔を思い浮かべました。ここで待ってるよ。早く帰ってきて、と祈りました。瓦礫も片付き、さら地となってしまった跡地周辺には砂煙が舞って、上空には海猫が賑やかでした。遺族だけがポツンと取り残されてしまいました。目の前には他に類を見ない横倒しになった4階建てのビル。
当時多くの方々が女川を訪れていました。ビルが横倒しになるくらい恐ろしい津波が来たことを私たちの知る限りを伝えました。震災のこの銀行の跡地ではさまざまな形で支援を受けてきました。この写真はミュージシャンの方々がその場で歌を歌ってくれている風景です。その頃に沖村さん家族とお会いしています。目の前には高台が見えます。その高台を見上げ、ここで不条理な犠牲があったことも聞いてもらいました。津波避難は次々と逃げる高台に逃げなきゃダメなんです。女川は海と高台がこんなに近いんですよと、そして問いかけました。もしあなたがあの時ここで仕事をしていたらどう行動しましたか。上司の指示に逆らい自分勝手な行動が取れたでしょうか。皆さんは真剣に聞いてくれました。決して人事ではなく自分のこととして一緒に考えてほしかったんです。助けてあげることができなかった、その悔しさから私たちは無我夢中でした。そして訪れた人たちは息子の話に耳を傾け、目を潤ませ手を握ってくれたんです。同じ親として思いを重ねてくれました。共有できた喜びに悲しみが少し和らいだ気がしました。女川の帰り道、そんな日はよし、明日も頑張ろうと思いました。2015年、支店跡地かさ上げ工事のため、新婚の花壇を医療センター下に移動しました。女川は、時間とともに震災の風景が消え、何もなかったように復興がどんどんと進んでいきました。私たちはこの事実を教訓にしてほしくて、新しくリアルな男女の婚姻モニュメントを置きました。残された家族たちができる精一杯のことでした。息子がいた再起の場、風景を見て、聞いて、肌で感じてほしかった。これから社会に入っていく大学生には、企業のあり方を、将来に向けて人命最優先の組織体制を作ってほしいとお願いしました。子どもたちには親の愛情を感じてほしかった。自分を支えてくれる周りの皆さんへの感謝。自分の命は自分で守っていかなければならない。お父さんお母さんを悲しませないでね。将来自分の身に最悪のことが起きたとき、あのとき女川でお坊ちゃんが話してくれたことを思い出してほしい。そんな話もしました。息子の命を役立ててほしい。その一心でした。二度と同じ過ちを繰り返してはいけない。命を語り継ぐことが未来の命を救うと私たちは信じてきました。この活動は私たちにとって唯一息子と向き合えること。私たちの生きる原動力となりました。あっという間の9年、もうすぐ9年半です。女川は自宅から約50キロ。息子が一生懸命働いていた大切な町。息子に会いたい。そんな思いで車を走らせてきました。沖村さんには何度も足を運んでいただきました。あの場にいたからこそ多くの人と出会い、多くのことを学ばせていただきました。
その温かなつながりは私たちの大きな支えとなり、勇気を与えてくださいました。たくさんの方々に寄り添っていただき、本当に感謝の思いでいっぱいです。時間があるから高台へ行けると言っていた息子。女性公員の方々は石巻、女川、地元の方々です。海の目の前、その場にいることがどんなに危険なことなのか、十分に知り尽くした人たちでした。なぜ当たり前の行動が取れなかったのでしょうか。とにかく自分の身が危険だと感じたならば、上司の指示を無視してでも逃げてほしかった。家族とすればそんな思いです。最悪なことが起きた時には、部下の意見も受け入れながら、柔軟な判断行動を取れる上司の姿勢が必要だと感じます。拘束された管理下、従業員は自分勝手な行動は取れません。だからこそ真剣に考えてほしいのです。そういう意味でも、今回、沖村さんの声が企業トップに受け入れられ、お話をする機会をいただいたこと、本当にありがたいことです。ずっと私たちは願っていたことです。度重なる豪雨災害、そしてコロナなど、さまざまな災害が起きています。今後、命を守る企業防災に真剣に取り組む企業が増えてくれることを心から願っています。講師の先生方、どうぞ未来ある子どもたちを最善の備えで守ってあげてください。時間だけ。じゃあ最後に命の応援で、私たちの新しい取り組みなんですけども、私たちは今自然の恵みに感謝しながら食べて元気と勇気が出る野菜作りに励んでいます。一つ一つの植えた種が芽吹いて野菜たちが成長する喜びを子どもを育てるようにとても愛おしく感じています。人が生きる上で環境や自然、そして人との関わり、コミュニティがとても大切なことだと改めて感じています。健太が幼い頃に遊んだ自然豊かな場所です。健太命の農園と名付けました。震災を伝える写真パネルが展示されたコミュニティスペースも隣接されています。新たな取り組みとして人が集い、心身を癒し、命を学習する場になればと思っています。どうぞコロナが落ち着いた頃には被災地に足を運んでいただいて、この農園にも立ち寄っていただければ幸いです。じゃあ私からですね、もう結びになりますけれども、東日本大震災はその経験を私たちの人生感をですね大きく変えました。一人の親として何ができるのか模索した9年でした。健太の葬儀の時の回想音源に込めた親としての約束です。健太を生かし続ける。健太の命を役立つと誓いました。その誓いが私たちの命題です。命の大切さ、安全な社会とどうあるべきか、さまざまなことを学びました。今も学んでいます。この学びをですね、今、そして次世代の方に生かし続けるため、そして健太の命を未来永劫をですね、生かし続けるため、渡された命のバトン、精神のバトンをですね、しっかり渡せるよう、私は活動を続けます。健太のですね、姿は見えなくなりましたけれども、今も我が家の中心にいてくれます。子育てを通して、たくさんの喜びと学びを得たようにですね、息子とこれからも一緒に、
学び歩んでいきたい。そして健太の命からですね、学んでいることをですね、多くの皆様と共有しですね、まあ学んでいきたいなというふうに思っています。今日は本当にありがとうございます。そして私たちはですね、最後にまあいつかですね、別の世界に行きます。その時再会する時にはですね、あなたの命は大きな役目を果たしたよと告げたいなというふうに思っています。で、今日はですね、まさしく9月1日防災の日ということでですね、していただきましたが、一つだけ言っていきたいのはですね、話の中にもお話したんですが、まあ、今日よくニュースで言われているのは、ハザードマップの確認をしましょうということがニュースとかで取り上げられています。でも、ハザードマップ以外でもですね、災害は発生します。やはり行政以外のですね、行政のですね、想定は想定です。あくまで想定。最悪を想定してですね、まあ、事前の備えをみんなで考えておくというのは必要じゃないかなというふうに思っています。で、またですね、学習空間のその子どもさんを預かる場ではですね、やはりその教室まで来る間ですね、やはり道、多分学校側ではいろいろですね、検討されていると思いますが、その通学路にはですね、いろんなこう危険が潜んでいると思います。一度ですね、振り返って、どこが安全なのか、危険なのか、例えば地震であればブロック塀があるとか、自動販売機があるとか、あとは車がですね、往来が激しいとか、ガードレールがないとか、いろいろあると思います。そういったところも含めてですね、考えるのも一つかなというふうに思っています。で、やはり、あとはその、まあ、不審者というのもありますし、例えば工事現場とかですね、管理されてない公園とか、あと木が多い場所とか、そういったことも含めてですね、今日、一回ですね、皆さんのその、学びの場をですね、近くを確認してもらってですね、安全なところをこう、執行指導していただいたら幸いだなというふうに思っています。